れた果物が冷凍、船船の船蔵に収められているヨース冷凍船あるいは冷蔵船冷冷凍冷蔵船は、果物、肉、魚、野菜、乳製品、その他の食品などの、腐りやすく、温度を管理して輸送する必要のある商品を、運ぶために用いられる船の一種である。冷凍船は二つの分類に分けられる。サイドドアを備えた船は、岸壁の高さにサイドドアがあり、 フォークリフトにより積み込み積み下ろしに利用される。サイドドアの脇にはエレベーターがあり、積み荷をそれぞれの甲板へ輸送する。この特別な設計により短距離輸送に向いた船となっている。在来型の船は、伝統的なハッチからクレーンあるいはデリックによる二役を行い、パレット化されている貨物やルースカーゴに適している。冷凍、冷蔵戦争を備えた船は、 食料品輸送に主に用いられてきたが、冷凍機を端に取り付けた冷凍、冷蔵コンテナに置き換えられてきている。船に搭載した時には、船の発電機につながっている、交流3 8 0トのコンセントに接続される。多くの船では冷凍システム用コンセントの数の不足や、発電機の容量不足から、冷凍、冷蔵コンテナの輸送数に制限が設けられている。 それぞれのコンテナにはスイッチが付けられていて、悪天候時には電源が切られるようになっている。船会社にとっては、冷蔵貨物は収入の大黒柱となっていることがある。冷凍、冷蔵コンテナは正しく運転されていることをチェックする必要があるため、大抵は、甲板上に搭載される。空気圧縮機のような冷凍機の主要部品が壊れた際には、 火災を起こす前に取り替えるかプラグを取り外す必要がある。こういう状況であるため、ハッチカバーの下では、冷凍電源は提供されない。現代のコンテナ船では隣接して検査用の通路がある。セルガイドに冷凍、冷蔵コンテナを格納するようになっており、戦争の中でも同様に冷凍、冷蔵コンテナを格納できるようになっている。現代のコンテナ船の中には、 コンテナ自身の冷凍機を止めてしまうことができる水冷システムを搭載しているものもある。甲板下にコンテナを格納すると冷凍機の発生する熱のために非効率になってしまうからである。このシステムはあらかじめ設定された温度に冷却された水を洗速から供給する。二つの空気や縮機を積んで非常に正確に極低温運転ができる冷凍機もある。 戦場へ運ぶ血液製剤を搭載したコンテナなどである。エビ、キャビア、血液などは冷凍、冷蔵輸送商品の中で最も高価なものである。ありがとうございます。